お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はね、こちらヒーラー神器と、はい、呼ばれるデッキで、まあ、マルチやっていこうかなと思います。で、今期ね、結構いい感じに上がったんですよね。こっち、77手前まで行って、ラバルっすね。なんかラバル、変なラバル。これだ。これの3画5か。3画5の変なラバルで、77リーチまで行ったんですけど、ちょっと落ちて、ウォールブレーカーとかいろいろ使ったりしたんですけども、なかなかちょっと勝てなくてね、苦戦してたのを、このヒーラー神器にね、今ちょっと救われてて、結構連勝してるかなと、まあ、言ったところでやっていくんですけど、こうやっぱマルチとかやってて非常に思うのは、こう、どんだけ頑張っていいプレイしても、なんかこう、やっぱ負けるときは負けるんですけど、デッキが強いっていうのは非常に大事だと思ってて、なんか、なんとなくの立ち回り、とか、こう、まあなんとなくだなっていうのでも、こう、やっぱデッキが強いと、それだけで相手がやっぱ防衛のミスをしたりとか、まあデッキが強いって正直相手が、こう、相手が防衛をしにくい。まあ、すごい噛んでるんだけど、マジ、試合始まんねえっすね。防衛をまあミスすると言いますか。まあ言ったら、ゴレとか、ゴレダックね。とか、どうやって防衛したらいいか分かんないじゃないですか、ぶっちゃけ。とか、まあラバなんちゃらとか、こうスパーキーとか、こう、ヒーラープラスのね、なんかとか、こう、あれって、デッキが強い強いって言われてますけど、防衛が防衛を知らないだけなんですよね、ぶっちゃけ。そう。防衛知られてしまえば簡単に抑えられるんですけど、やっぱ防衛の仕方が難しいっていうので、こうね、こうチンパンとか呼ばれてますけど、まあそういうチンパン使えば、まあちょっとね、こう、トロが上がりやすいというか、まあ勝ちやすくはなりますよね。それをさらに極めてしまえば、よりね、こう安定して上に行けるっていうので、初戦からダニさん来たー、よろしくー。さっき KK とも当たったんすよね、マルチ。いや、何使ってんだろ、ダニパイセン。エリゴレのイメージがありますね、結構エリゴレ。で、このデッキは、こう、結構カードパワーデッキなんですけど、ミニペッカがきついです。高回転のミニペウッドデッキがきついですね。なんで、まあ、ダニさん、環境デッキをよく使うので、クエイクホグだったら辛いかなと思うんですけど、待ってるので、ラバかエリゴレ、ババキーヤですね。ババキーヤか。ババキーヤだったら、エリゴレかスケラの二択ですね。エリゴレは正直ちょっと嫌ですね、個人的に。まあ、スケラー説はありますね、全然。わあ、そっちに飛んじゃうね。一回待って、ハシメベビー、ああ、ケツベビーからね。いや、これちょっとやばいっすね。何がやばいって、これ全部美味しくいただかれちゃうんですよね。まあ、僕ぐらいになると、ここで延命して勝ちに行きますね、ハシメ。よいしょ。わあ、エリゴールでしたね。皆さん、残念なお知らせ。非常に残念なお知らせ。エリゴールで、こう、5打ってライドラ溶かしちゃえば、逆にチャンスみたいなないかな。頑張れー。タルババ転がして、ヒーラーが消えちゃったですが、消えちゃったですが、日本語おかしいですが、いや、そう。なんかね、えっていう感じじゃないですか、ぶっちゃけ。なんでって感じなんですけども、これがね、まあ、デッキが強いと呼ばれるやつですが、まあ、ぶっちゃけ、エリゴレなので、こんだけね、一個折っても、エリゴレはね、こっからなんですよ。一本折ってから、ケツから振る型、振るのね、形が、これですね。これ絶対無視ですね。多分。これですよ、皆さん。これがね、エリゴレ強いんですよ、非常に。これだー！頑張って防衛します。はい。まあ、ベビドラ来てからのヒーラーも来て、みたいな、まあ、感じですね、ぶっちゃけ。で、多分クエイクだと思うんですね、僕が知る限り。そうですね。クエイクですね。で、これはね、いい感じに交わっちゃうと、オッケーいいいいいい素晴らしい。いや、自分で言うと恥ずかしいですね、非常に。自分で言うと非常に恥ずかしいですが、今の防衛、いい防衛ですね。でもう一回多分形作ってきますね。これは一回いっちゃってもいいんじゃねえかな。一本折っちゃって、いちいちにしちゃって、で、ライドラがどっかに降ってきる。降ってくる。オッケー、エリゴレ溶かしちゃえ、エリゴレ。ここでエリゴレ溶かしちゃえば、結構でかいぞ。結構でかいぞ。結構でかいですね。あはー、もう一体来ちゃった。もう一体来ちゃいましたね。これちょっとファイボーからの、こうライドラがね、消えればいいんですよ。もうライドラ消えればハッピーなんですけど、消えなかったら、萎えます。まあ、でも、これはね、ここで一本折っちゃえば、危ねー。一本守りきれないんですけども、まあ、こんな感じで2-1で勝てると。危ないですね。なりません。やはり、エリゴレでしたね。いやー、これはね、動画のサムネ映えですね。
ありがとうございます。というわけで、まあなんだろうね、ここへてミニペがきついだけで、あとはね何でもいけると思いますが、まあ多分ゴレですね。ゴレミニペ、ゴレのデッキはミニペ、課題作れる系がきついかな。あとラバか、エレキと、前までムートの枠がダクネだったんですよ。なんでムートのレベル上がってない方は、まあダクネでもいいと思うんですけど、ムートのレベルが上がってない方イコールダクネのレベルは絶対高くないと思うので、たまたまねダクネのレベル高いとかはあるかもしれないんですけど、まあムートのレベル低ければダクネでやっちゃっても全然いいと思いますかな。まあ、そんな感じでやっていくんですが、パンケーキついてる人基本的にラバのイメージがあるんですよね。よろしく、偏見です、よろしくお願いします。とりあえず待ちまして、で左右にしっかりユニット出していく印象です、イメージですかね。さっき勝つサイドだったんですけど、とりあえず出しちゃいますか。後ろから出しつつ様子見つつ、やっぱりそうですね、僕の偏見なのか分かんないですけど当たってますね。よいしょ、言うの？ピピピ、ピピピできないか。まあまあまあ。相手ラバっぽいですね。で、ファイボーラバルかな？ラバ振りか分かんないのが辛いですね。わあ、来ましたね。やはりラバと言ったところで、今回ファイボー割いてメガゴのターンですね。で、バーバリアンがあるかもしれないのがね、ちょっと怖いですね。一回防衛ですね。で、このヒーラーに何か出る。ムートで壊しちゃおうかな。うわ、やば、ちょっと待って待って。びっくりびっくりびっくり。お、俺がびっくり。ラムライダー残すとちょうどねえんですよね。ラムライダー残すとちょうどないんで。まあ、でもこれはファイブがいい感じに当たんない位置で、いい防衛をできているんじゃないでしょうか。さあ、で、ユーの、で、これマジエリキか。エリキ残しつつ、このようなさすがに強要かな。うん、そうですね。で、このエレキの前とかにヒーラー作るだけでうざいでしょーっていうバーバリアンかっこいい。あ、縦の戦士。いや、これは、キミラ、オッケー、ナイス、ヒーラーぶっ壊れー。まあ、ヒーラーぶっ壊れーっていろいろ言われてますけど、ヒーラープラスのエリゴレとヒーラープラスのなんか、この辺が強いだけで、ヒーラー自体はそんなね、なんかめっちゃ強いっていう風にはなってないですね。今回、墓石のターンですね。なので、ムート出しても墓石で止められます。結論もいっちゃいます。で、一回エレキからの防衛からいきましょうか。ガシマイマジやっちゃう。なんかいた、なんかいましたね。これあそこのボス気に言うのを飛んどし、待って、やばい、なんで飛んでくれない。あー、なんで飛んでくれないんだよ。もうなんで飛んでくれないの。あ、だけどなんか耐えれそう、ワンチャン耐えれそう。さては耐えましたね。からの、こう地味に延命してあげて、左360だな。でも僕削りきれないんですよね。相手墓石なんで、ラムライダーを止めるのがしんどい。さあさあさあ、ラムライダーを止めるのがしんどい。エレキ振り落としつつ、延命して、オッケーオッケー。トラポポで、オーケーオッケーオッケー。ナイス。で、陸今2枚裂きましたね。僕の、多分見間違いじゃない限り2枚裂いたので攻める。オッケーオッケー。オッケーオッケー。いいね。しかもマジアチがちょっかい出す。オッケー、危ねえ。まあ、バルーン入って1本落とされてても、2本目おると。言ったところで、エレキ、マジやっちゃ、しか対空意外とないんですけども、まあ、バルーンにラムライダー合わせれませんでしたが、結構ね、ソラユニット少ない分、こう、陸のね、攻めがめちゃくちゃあるので、いや、トロ上がってるのありがてえ。陸の攻めがめちゃくちゃ豊富なんでね、こう、まあ、守りながら攻める。っていうのがやっぱ、こう、クララルにおいてもね、トップオブトップで大事な。ことかなと思いますね。こう、空ユニット少ないけど、それで守ってる間に攻めてしまえば、相手はね、こう、守んないといけないってなるので、その守ってる間に、その空に攻撃できるユニットが活躍して、まあ、溶かしきれるよっていう感じでやるしく。ハートついてんな。リア充だな、こいつ。ぶっ倒すか。お前が言うなランキング。第2位。ふー、アイスウィズか。アイスウィズにはマジアチャーかエレキどっちでもいいですが。チェーンスケラかな、この感じ。スケラーっぽいですね。非常にスケラーっぽい。でも相手のボムタワー、墓石だったらマジね、めちゃくちゃでかいですね、ぶっちゃけ。
まあ墓石じゃなさそうですね。あ、墓石だ、来た。墓石だとラムライダーがなかなか止まんないんですよ。ほら見て、今みたいなことがあるので、でこれ単体で生かすとトルネで絶対緊急動されます。絶対です、これ絶対。もうこれ行っちゃったら相手ナイツされてるんで、これもうおじいじでタルババ転がしてきて、俺がタルババ転がし返して、うーん、よいしょ。あれ待って、全然、まあ、あいつ処理できたのでかいですね。しかもエレキが暴れて、ヒーラー回復しろ、ヒーラー回復しろ、お前エレキも回復させてあげろ、お前は優しい。いやー、いいね。からの、まあ、ここは言うのでいいですね。落ち着いて言うので、これまあ低めにね、低めで歩くね。まあちょっとのダメージを共有しましょうか。でどうせ墓石のにかな。おお、よしよしよし、耐えます。一回オッケー、ユニット咲かすからの、アイスイズタル咲いた墓石ベビーか、墓石ベビーっすね。ヒールつけるだけうざいんですよね。で、ここにぶっちゃけラムライダーつけるだけうざいんですけど、一回、墓石かないと。で、ないとか。ああ、墓石咲いた。で、もう一回ないときたら、こっちがムート出しちゃえば、ああ、壊して。壊して、早く。オッケー。これもうムート、だってどうやって止めるの？どうやって止めるのってもう聞いちゃいたいもん。ああ、止めれないんですよね。これが、まあ、手札把握って感じのやつですね。で、これ、まあ、後ろにマジアチいるんで、ラム飛ばすと、墓石を非常に置きにくくて、ね。オッケー。ああ、いいですね。で、これ、ちょっと延命したいですね。延命してあげて、タルバを転がってきても、オッケー。で、こっち側でね。延命、ナイス！いや、いいね。いや、これ、うざいよね。俺もされたらうざい。今日なんか一段と性格悪いかも。そんなこと言わないで。ここは、僕は左側攻めてたんですけど、これがまあデッキが強いってやつですね。気づいたら、逆サイがね、入ってるっていうので、相手スケラデッキなんですけど、スケラを一回もね、打たせずに、まあ、勝つことがね、まあ、できましたというわけで、まあ、ちょっと気分いいんすね。マジで、77リーチぐらいから沼って72ぐらいまで行ったんですけど、ここで3連勝はでかいですね。と言ったところで、まあ、シーズンあとどんぐらいだろうね。あと、どこだ？ランキング、はい。13日あるんで、いや、8000は余裕でいますね。8500だな。8500、まあ、気持ちはね、行きたいと思ってるんで、頑張ります。では、終わります。よければチャンネル登録、高評価もね、コメントもお願いします。バイバイ。